voice that echoes in the night. Hold my hand. I never saw it coming. Open your eyes. Show me. 私と私と私。And me.ただいまから&B 河北裕介メイクアップショー冬が始まるよ今季は儚げ白頭肌を始めさせていただきます。私司会を務めます山田舞と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ここからは&B のブランドプロデューサーであります大人気ヘアメイクアップアーティスト河北裕介さんによるメイクショーを始めさせていただきます。それでは早速ご登場いただきましょう。&B ブランドプロデューサー大人気ヘアメイクアップアーティストの河北裕介さんです。よろしくお願いいたします。いや俺思うんだけど、はい、いつも大人気ってやめて。俺いつもお店でウェーってやってるからね。台本に書いてある。いやだって川口春奈ちゃんともずっとその話してたからね。さっきもステージ上で突っ込まれてました。はい、台本やめなさい。それは本当私は台本に忠実に私も行かせていただければ。本当嫌ですよね。はい、聞いてドヒャーですよ。お願いします今日。はい、はい、もうすいません7分もおっしゃったんでね、すいませんでした。ちょっとねバタバタしたで、川口さんのヘアメイクをやってましたのですいませんでした、遅くなりました。では早速、はい、はい、ではデモンストレーションさせていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、モデルさんもお願いしようか。はい、わかりました。はい、ではお呼びいたしましょう。モデルの みりんさんです。どうぞステージにお越しください。大きな拍手でお迎えください。ちょっと白桃白湯とかじゃないよ、お湯じゃないよ。白桃白い桃。そう、白い桃ですよ。ね、左右みたいにして描いてるからさ、どうなのと思ってはいるんですけど。そうですね。はい、私一生だよね。ね、頑張ろう。今日も頑張ります。で、やっていきます。で、しっかりと保湿はしっかりしてください。僕のやり方、はい、お伝えしておくと、まずプライマー、はるかちゃんもすごい好きって言ってくれてたこのプライマーと、あ、ごめんなさい、ブースターか、ブースター、ブースターと、VC テンセラムを使って、の後に。マッサージクリームですね。はい、こちらのマッサージクリーム、これメイク前全然大丈夫です。マッサージって言うとなんかこう嫌だなっていう方いらっしゃるんですけど、僕の考えで言うとやっぱ顔もむくみますよね。どうしてもむくむので、それを流すと思ってください。なんだ、いろんな話し方、いろんな言い方が出てくると思うんですけど、顔をマッサージすると肌がなんとかっていう方もいらっしゃると思います。それももちろん事実かもしれませんが、むくみはやっぱり流さないと取れないです。それはね、多分皆さんもお分かりになると思いますし、女性の方だったらいろんな日もあるでしょうし、まあ、男性でもそうですけど、まあ、頭もそうですし顔もそうですし、必ずむくみが出てくるので、しっかりとこれを使って流していく。で、一番やってほしくないのが、何もつけないでマッサージするとか、何もつけないでむくみを流すってことが肌を傷つけることになりますので、これを使ってたっぷりめつけて使っていただいても大丈夫ですから、それを使ってマッサージしてくれればいいかなと思ってます。むくみを流すって感じだと思ってます。はい、全然顔が変わりますん で今日ここでね、そのむくみを剥がすとかむくみを流すってことですから、デモンストレーションしちゃうとだいぶ時間取っちゃうので、これは、今までの YouTube でいろんなところにも上がってますので、ぜひぜひチェックしていただいてしっかりとやってください。1個だけ、はいね、とはいえ1個だけ、僕ずっと言ってますが、首のマッサージしっかりやってほしいなと思ってます。首をマッサージすると顔のリンパが、ここリンパありますよね、これ皆さんちょっと触れます。自分の強さ乳突筋って言われるこの首のこうですね、ここ結構痛いでしょ、触るとね。ここもクリームをしっかりつけて保湿してください。首は保湿してないっていう人結構いるので、ここもしっかり保湿をしてクリームをしっかりつけて、まあ、化粧水もそうですし、そのつけていただいて、ここをしっかりマッサージしていく、これすごく大事です。で、この時に強さ乳突筋だけ、ここの表面の方だけなくて、こうしっかり挟んであげる。
とすごく流れやすいですし、後ろからのアプローチすることによって顔がグッと引き上がってきますので、これ必ずやってください。首はね、シワになってくるとなかなか取れなくなってきますから。で、今シワが入っちゃってる人、僕去年すごい、去年の夏ぐらいも結構シワシワだったと思うんですけど、一生懸命保湿したりとか首のストレッチすることによってだいぶ首変わってきましたので、ね、首のマッサージをしてまずは柔らかくしていく、で、シワを伸ばしていくっていう作業をしていくと結構伸びてきます。で、ビューティーの上で首なんで僕はすごく大事にするかというと、写真撮るときってここで切らないんですよ。ここに切っちゃうことないんですよ。顔のここくらいで顎先でトリミングする人いますか？絶対いないんですよ。デコルテまでが顔だと思った方がいいんです。だからこのデコルテのこの骨とかしっかり出てくると、ものすごく美しく顔の写真がきれいに撮れると思います。ここの骨感があって、ちょっと頬の柔らかさがあったりすると、この対比がまた美しさを引き出してくれます。これぜひやってください、はい。で、首のマッサージを、例えば今みたいにしっかりクリーム塗っていただいた、その後一回上向く。これね、首の運動ってすごく難しいんで、ずっと動かしてない方は結構ガクってきちゃう人いるんで、ゆっくりでいいです。ゆっくり動かし始めていただいて、動くようになってきたら、最初はお風呂とかでもいいかもしれない。温めてからやるとかね、しないとね、ここのね、首の1番2番この骨が動かないんで、結構固まってる人が多いです。これはストレートネック、スマホ、これです。これによってグッと下向いちゃうんで、前に前に下がってきちゃって、ここ動かなくなってるんで、ここを動かすためにお風呂入った時にちょっと動かすとか、で、慣れてきたらクリームつけて動かすとか、これ男性の方も絶対やった方がいいです。じゃないと首がガンと短くなって顔がめちゃくちゃでかく映ります。写真撮った時嫌でしょ。嫌ですね。俺なんてこんな顔できないからさ。で、これができるようになってきたら、これ動くようになってきたら、今度は首の位置って皆さん分かりますっていうこと。首の位置って今皆さんが思ってる首って前に来てるんですよ。ストレートネック前なんですね。前に来てるから、ここが落ちたっていうんですね。で、こう落ちるっていうことは、写真撮った時に顔が先に来ちゃうんです。胸が先に行った方が綺麗です。胸を上げて首を引いてあげると身長も高くなるし、綺麗に見えるはず。これぜひやってください。クリーム、はい、まず一つこれね。この話で終わりそうだ。この話で最後10分いける。今度やります、それは。はい。で、この保湿しっかり終わったら、こちらのピーチグローですね、使っていきます。どう違うのって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、結構ね、ベースでも感じが変わってくると思うんで、今までの、普通の UV プライマーっていうのは大体透明だと思ってください。透明になるよっていう、ちょっと正面からよいしょ、次で、ご点置きしていただく、保湿しっかりしてください。で、UV プライマー使ったことないって方はぜひ冬のうちにトライしてほしいなと思ってます。乾燥全然しなくなりますし、で、これだけでも結構肌がトーン上がりますし、綺麗に見えてくると思いますので、これぜひ、使ったことない方は冬トライしていただければ嬉しいなと思ってます。でも、あとはバッと広げていく。で、日焼け絶対したくないなという時はちょっと量多めでもいいです。量が、で、このままバッと広げていきましょう。これだけでも結構感じが変わって見えるような気がしています。どうだろう、見えます？見える？わかります？モニターでどうだろう？モニターちょっとごめんなさいね、ちょっと赤みが出ちゃうので、モニターっていうのは。もしかしたらこっちで見ていただいた方がわかりやすいと思います。はい、って感じです。もうこれだけでもなんかうっすらピンク感のシワがね、シワができないように、シワを作らないように、そういう動かし方をしなきゃいけないんで、ね、いろんな、例えば山口先生だったりとか、いろんな先生がこういう本を書かれていると思うので、そういうのを見ながら、肌に圧力、圧をかけないようにしてやっていただけるといいかなと思います。ちょっと寄せました。あ、いいじゃん。で、眉毛ちょっとフィニッシュ入るんですけど、これちょっとだけね、寄せてあげたいときは本当に1ミリ、2ミリ眉頭触るだけで全然いいです。あ、切る、はい、大丈夫。ちょっと一回髪切ってほぼできたですよね。言わした、で、マイマスカラつけて、はい、フィックスさせた、はい、最後チークでおしまいと、って感じです。もうすごい簡単に刺さってやりましたけど、
チークを塗ったらローズグローでぼかす。はい、どうだ、ちょっと一回これで見てみてください。で、このアラジャンのリップ使いますが、はい、この、ね、リップも使い方があって、リップクリームをたっぷり塗ってその上から塗るとやっぱり薄くなります。リップクリームをちょっとティッシュ多くしてから使うと発色良くなります。あとはトントン塗り、こうやってトン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 って塗ってナチュラルに赤みを出したりとかってこともできます。本当にね、すごいすっごい万能だと思いますので、いろんな使い方してみて発色楽しんでいただいてもいいかなと思います。仕上げてナシスブラウンですね。はい、はい、よし、あしてもこちらも明日発売と入っております。はい、こんな感じかな。どう、ちょっと一回見てみて、自分で簡単にやりましたけど、めっちゃ綺麗でしょ。どうですか皆さん、うん、本当はね、すごい早く来てくれてたからマッサージから全部やりたかったんですけど、ちょっと時間がなくて、ね、ささっと塗っちゃいましたが、はい、どう、ミニさんいかがですか、うん、先ほどご覧になってみて自分のお顔。すごい、なんかいつもの自分と違うみたいで、すごい、はい、嬉しいです。本当、はい、すぐ取らないメイクずっとこのまま帰りたいです。リップもめっちゃ可愛いし、あ、いいですよね。はい、輪郭取っていただいてもいいですけども、今みたいにラフに塗っていただいたりとか、発色を楽しむっていうのはそういうことで、色がね、例えば、リップクリーム塗ると薄くつくし、ね、もう当たり前のことなんですけど、なかなか皆さんそれ浸透してない人、痛いとか分からないっていう人もいらっしゃるので、リップクリームつけて上から塗ると薄まります。じゃあどうすんねんっていう人もいるんですけど、リップクリームつけたら、ティッシュを軽くしてちょっと時間を置いてから塗るときちっと発色もしますし、ね、いろんな使い方考えながらやっていただいて楽しんでいただけるといいかなと思います。はい、ただどうですか、これブラウンブラウンでいきましたしピーチ肌で作ってますけども、そんな、なんて言うんだろう、わかります、ちょっとちゃんと乾きたメイクになってるというか、あざとさをそんなこう強烈に出したいというわけじゃないので、ナチュラルの中にちゃんと色気っていう感じで、はい、考えて作らせていただきました。儚げ、うん、ちょっと儚いのがいいじゃないですかね。ちょっとそこは僕のロマンチストのところが出たんですけどね、ちょっとこう儚さを出しながら肌でね、うん、こう傷ついちゃうよみたいな肌ってちょっといいじゃないですか。冬ですからね。冬ですからね、なんだけどこうじわっとしてるよみたいなね、ありがとうございます。じゃあせっかくですので、お立ちいただいて、そうだね、皆さんに、はい、改めてご覧いただきたいと思います。 いいと思うよ、すごい綺麗ですよ。では皆さん、お写真ボックスと撮っていただいて、